タイムリーエラーっていうじゃん。痛いよ。お二方。映ってるか分かんないけど。意味わかるよね、映って。もうさ、久しぶりにユニフォーム着たらさ、これ映ってた。ラッキーと洗濯されてない。洗濯されてる。ちょっと嬉しい。札？札？札じゃん。札。3000円。3000円元ですか。いいんだ。1枚したら、左ポケットに。5000円です。なんでユニオン、ユニオンにそんなに入れんのかよ。こんなんじゃん。大丈夫大丈夫、使える使える。ほら、運はそこで使っちゃったの。しかも女の子来てねえしさ。モテーション下がっちゃうよな。また来るよ。もうちょっと女の子いたの選手。前回は、はい。うん。一人。うん。もう、まあまあ一人良かったな。あれですよ、なんか女の子呼ぼうと思ったら、もうちょっとイケメンのなんか若いメンバー集めてやんないと。女の子呼べない。いや、ならなくちゃいけないじゃん。いや、僕ですか。僕が期待しないです。一番ほら、若いんだから。イケメン揃えない。ほら、後輩来るかもしれない。はい、後輩が入るから。イケメン揃わないと来ないんだ。うん。イケメン揃ってなんか大学の後輩が。僕の大学の後輩ですか。うん、あ、取れるんですか。だけどね、カラチンバレーブ。ああ、なんか帰ってましたね。うん。おーい、危ない、ぶつかるぶつかる、走れ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 、受け後ろ見たりとかしてるか、ちょっと受ける。普通は気配で取りに行くから、見ないから。焦るよね。ちょっと見るよ。いや、俺取れると思ったんだよね、あれ。うちらプレッシャーかけてないのにね。誰もプレッシャーかけてない。取れると思ったんだけど。して待って取るのかな。取れると思ったんだけどね。あーいいバットがあったのに、シンクがなかった。バットほら、バット持って走んないとダメなんじゃない。なんでこんないいバット打てないの。なんか重いんじゃないそれ。それいいバット買ったね。重そうじゃない。なんで打てないのかな。あれトップ売りの気いいのこれ。今さ、何グラムあんの俺。いや、軽いよ、720。まあまあまあ、それなりにある。リアミー用意したの、前回言ったな俺。500が軽い。体調悪いってけど、調子悪いってきてね、フィルム。そう。あの子ね、疲れてるやつとか。少年用とかにやろうかな。少年用とか。いいかもしれない。短いよ。短いよ。短いよ。マジマジ。なんでどこに書いてた。なんだよ。なんだよ。ちょっと。